おはようございます。ごめんね、遅かった。今ちょうど試合決まったから。あ、本当ですか。1月18日。おはようございます。あなたのワッパス良かったからもうちょっと使った方がいいよ、毎日で。圧力もありますよね。こういうフェイントあるの、こういうパンチあるの、こういうタイミングで打つの、それはやっぱ言葉で言われなくてやれば分かるんで、盗もうとします。はい、コント強い、スピードが強いし、あと左のストレートはやっぱり強い。もしボクシングやったら世界チャンプすぐなるよ。あと5試合だけどプロやったらすぐチャンプやる。絶対の世界チャンプになるよ。日本人の選手、ボクシングの選手が今一番うまいは井上。もちろん井上一番強い。彼がやったかボクシングやったら結構いいじゃん。まあ井上といいじゃん。素晴らしい選手も。ロマチェンコのこうスタイルにちょっと似てるみたいな。横動いて、まあ、手数早いしと言われたんですけど、まあどこまで本気かは分かんないですけど、ロマチェンコと次またやることあったらぜひちょっと一緒にパートナーとして来てほしいって言われたんですよ。昨日より今日の方がうまい。昨日足動いてなかった。そうやっぱり今日の練習見たと思うんですけども、ほぼボクサーじゃないですか。本当に理解力があるんで、まあ、相手の教わったものをすぐ学習できる。日に日にやっぱりすごい良くなってる気はしますよ、ね。うん、自分でもこう本当に分かるんですか、お調達自分してるなみたいな。なんかこう瞬間瞬間って分かりますよね。俺こんな動きできたっけとか、あ、こういうタイミングで打てるとか、考え方のこう引き出しが増えてきたんですよね。でも徐々に徐々に手応えをつかみつつあります。距離の取り方はすごい上手いっていう風に言ってくれて、パンチのタイミングもいいし、パンチ当たるんじゃないかっていう風にはすごい言ってくれてます。